どうもあけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。えー、普段は暗号通貨、カラダの A ダの情報をいただいていてですね、もうなんか、何十回になるかなってとこですけども、5日に1回ですからね、年間で本当に、えー、何十回になるのかなってとこですね。軽々に計算ができない私もちょっと、あれですけども、<laughs> 60回くらいでしょうかね <laughs>。まあでもそんな中でね、こうやってやり取りさせていただいて、あの、和菓子のセールスとかも、 関わらせていただく中でねやっぱりこうどん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 プロモーションっていうのに要するにね販売に対してはいろんなアイディアを出していくのが仕事になってきますのでそれこそ毎日1個どういう風な仕掛けをしようかなと何にかまけて販売しようかなっていうことがどん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 出てこないとこれはですねライバルはそういうことをやってますんで、えー、あっという間にね駆逐されてしまうってことになりますんで、えー、ちょっとその辺からもね私今回も。 ちょっとお話をさせていただきたいんですが、やっぱりね、年末年始セールってのは最低限必要ですよね。普段売れないものが売れる、それが年末年始なんですよ。特にお正月になると、その新聞広告とかチラシとかね、ダイレクトメールとかものすごく届いて、そこにはお正月セールっていう文字が並んでるんですよ。で福袋みたいなのも普段は売れないけども年に1回は売れるんですよね。 福袋の中って何が入ってるか分かんないところに5000円、1万円、1万5000円って書いてるわけですけどもそれがもう残すことなく売れていくのがあらゆる業界で起きてるわけなんですよ、まあ、ですんでね少なくとも年末年始に何か商品を販売するっていうことをやりながら年末年始に売れるようなパッケージ売れるような価格売れるような商品っていうのを探っていく必要あるでしょうねそれが普段売れてなくて困ってるということでしたらまさにチャンスなんですよ 1>, で1月1日っていうのが1年で一番商品が売れる時です1月1日おうちでのんびりする人多いと思いますけどもでもお正月セールってあらゆる企業がやってますよねだから売れるんですよ普段売れないものがよく売れるんですよそして1月1日のためにもう10月ぐらいからそういった企業は商品や人事配置をねやってるんですよね で広告をすって集客をしてそこに商品をドーンとぶつけて売れるからまた1年後に繰り返すんですよね。まあ、こういったことを考えるとビジネスをするなら年末年始クリスマスここは外せないなと思いますね。まあ、きっとお、まあ、物が売れてなくて困ってる人っていうのはこういう時に売ってないんでしょうねきっとね。うん、でそれが細かくなっていって「雨天セール」とかね「まあ、夕方セール」とかね 朝一とかっていう考えにもなると思いますもう本当に名もないスーパーですらねやってることですから世の中には販売手法があふれてますでそれを私の方からねまた時に触れて今年もお伝えできればいいかなと思いますんでまあ一つでも多く取り入れていただいて売り方知らせ方は山ほどあるよっていうふうな状態になればこれは売れないだろうと思えるものですら売れていきます結局物が売売れれるかかないかって お客様の心理をどういういいにに扱ってるかになるわけなんですよねでそもそもほっときゃ売れないものがなんで営業マンがつくと売れるのかってことなんですよ、うん、だからね脳をイエスにする手法自分でも気づかなかったようなニーズに気づかしてあげることが商売ですからあなるほどこういう時に使えるんだじゃあいただくわっていうふうになるかどうかなんですよねはいじゃあ今年もいろいろとありましたあじゃあない昨年もいろいろありました今年もよろしくお願いします 力にならしてもらいます。